はい、前回からのパートをため取りでやっていきたいと思います。まあ当分は一度やったことあるプレイでいきたいと思いますんで、前アップしとったやつの再現とでも言っとこうかな。大体同じことばっか喋りたいと思う。そう簡単に何度も同じことを喋る。ちょっと待って、ほん、目が動きよる、目が動きよる。こっち見よる、こっち見よる。わ、バレバレこっち見よる。はい、これ左向いた。はい、左向いた。で、ここで止まっとって、右。な、左。右。やな。左下、右下みたいな。ああ。やね。またメール来たんやけど。なんで俺収録の時にようメール来るん。まあ、その前にネタやっとこうか。左下、右下、左下、右下やけんな。つまりさ、右下、左下、交互に見て、右下、左下、交互に見て、右下、左下、交互に見て、で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 、はい。ネタもやったことで、もう、ちょっと一旦、メール見させてもらいます。すいません。はい、メール確認しました。では続き。こいつ見えない。黒目の部分ないやん、お前、こいつ。おいおい。大丈夫か？お前こそ目薬いるんちゃうんか。いろいろ広いとこに出てきちまった。こいつら動き出さんよな。あ、ちょっと。間違えた、間違えた。影かかってる。影かかってる。あ、こいつらなんかどいつか動き出しそうな気がする。いけるんか？おい。お前らいけるんか？いける。あーあーああああかんやろ。それはあかんやろ、お前。不意打ちすぎだろ、お前。影かかってる。あ、セーブしとこうか。今のは、2回目でもビビったよ、お前。固定されて動かせない。いたー、入力せよって知らんわ、ボケ。これは絵のよ、か、女の絵の数。数えてないわ、ボケ。先にできそうなところ行こうか。こっち開いてないかな。あー、なんか一つだけ。通された男。この前、美術館にあったやつだわ。あったっけ。全然覚えてないけど。通されてるー。バンジージャンプ失敗の男やん。バンジージャンプ失敗の男ってタイトルしときなさい。そしてなんか胸に書いとる。顔を見る。そこ注目する必要あるか。なんか悲惨な目にあったな。バンジージャンプ失敗するとはって感じです。え？え？目赤くなった。わえ！嘘。目赤くなるんだよ、これ。あ、もうならん。ボタン押したら目赤くなったもん。びっくりした。服やね。それよ、これ。完全にさっきの4桁のパスワードやん。5629だね。行ってきまーす。5629、5629、5629、5629、5629。開かない。なんでだよ。こうやっておったやん、5629って言うても分かるんやけどね。なんで開かんのか分かるんやけどね。これ、バンジージャンプしっかりパイヤーやからね。逆さやからね。これを逆さ、もう一、逆さにして180度展開して、6295ってなる。それが正解。6295ね。あっ！お前何しよう、お前。パスワード入れに来たんじゃ。どっか行け、お前。そっちじゃねえよ。6295だよ。忘れるわ。そんなことしとったら忘れるだろうが、バカ野郎。こっち来い、こっち来い。よし。いいよ、いいよ。いいよ。いいよ、いいよ。オッケー。オッケー、やった。よし、じゃあ6295。6295。はい、6295。9、5、OK。はい、開いた。余裕余裕余裕。てか、2球目やっけな、これ。ですね。花瓶と台が抱え、なんかビリーンやだな。まあ、気にせず行こうか。誰もいないのに人の気配がするとか怖すぎるわ。あ、動くん。なんで動くんや。なんもないのに動くとかやめてんだな、これ。ずっと殺してみたらなんかあるパターンなん、これ。てか、これはあるやん。そうか。これ、足の、この机の足の部分か。
ここまで運べっていう意味だったんか。このなんつうか動くんはこっちからえい、S アクス。どっかで音がしたっていうか隣から音がしたよな。あー、なんでお前こんなところおるんや。マネキンの首、さっきこんなところにこんなものあったかした。なかったよ。あーって、ここ鍵あったやん、よく考えたら。違うところか。じゃあこっちかな。アイス開いてるわ。おお、鏡だけとか逆に怖いやろお前。シンプルさが逆に怖いやろ。鏡やぞお前。鏡よお前。鏡よ鏡よ鏡さん、世界で一番美しいのは誰。あ、イブとギャリーですか。イブとギャリーが同率1位ですか。そうか、よかったな2人とも。だーお前、マネキンの首なにお前、こんなとこおるんだ。封鎖しやがってお前。どけよどけよお前。なに、どからせれんの。もう一回調べろって。鏡がある。あー、鏡を鏡を鏡さん、世界で一番美しいのはこいつでもあるんですか。ちょっと待って、同率1が3人になってよ。こんなやつどこが可愛いんだお前。やめろ。え、ゲーな、何よこれ。か、かなぁ、とさに目をつむる。ギャリーを止める。あー怖い。イエーイ、超エキサイティング。マネキンよ、キックでシュート。はぁ、あ。ふん、ただのマネキンじゃない。さっさと行きましょう、エイブ。あ、行けるんこれ。中からなんかとか、なんか出てきたりするんかこれ。ではないんか。粉々になっているやって、派手にやって、あーお前ら何挟んどんねんお前ら。仲間を殺した当てつけつか、怨念返しにでも来たんかお前。あー、しかも緑の増えとるし、早いし、鍵があるし。こっち来いや、おい、こっち来いや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 、よし、オッケーオッケー、いいよ。あ、そっちじゃない、そっちじゃない、そっちじゃない。はい、こっち、こっち、あっ、よしよしよし、いいよいいよ。で確保、オッケー、問題なし。灰色の、あー、やべ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 、アウト、あ、素敵だ。なんか、横スルーできたわ。鍵。どこの鍵や。あー、お前何、そこ入らんでいいんか、もう。いけるんか、おい。こっちか。あーし。あ、せ、そこ。オッケー、オッケー。何個か、何個か。おー、いろいろありますね。わー、ソファーだ、ソファーだ。なんもないんかい。座っただけかい。てか、何ですか、座ったんや、お前。帰ったのならゆっくりお休み。もう苦しくこともなくなるから死ねって言いたいのかい。やめろ。これは二人、二人抱きしめても、抱きしめても、見覚えのある男女が帰っている。ん、このお二人は誰、どうしたの。イブ、この絵の人、イブと、イブのパパとママなの。あの野郎。へえ、確かにイブに似てるかも。でもなんでこんなとこにそんな絵があるのかしら。え、二人はどこかって。うん、それはちょっと私にはわからないわ。大丈夫よ。きっとどこかにいるって。結構貴重な木だと、貴重な子だと思ってたけど、さすがに参って生きてるわね。おい。パパにママは何をお前らだけモデルになっとんねん。私もモデルにさせてくれんかったんか。ええ、なんか言うたってしょうがないけどさ。本棚、あら、この本棚動かせるみたいよ。右か左、なんつうか右に動かして、あの鏡、ガラスか、ガラスから敵が出てくるのを防ぐ的な。よいしょ、おいしょーい。ワントが隠れちゃったわね。まあ、いっか。これでどうなるかって問題じゃ。ん？扉が開かない。え？嘘でしょ？鍵は開けっぱなしのはずだけど。あー！やばいぞ。なに？この音、外から？あ、でもね、あれだろ。ドアにの前に誰かいるわ。イブ、注意して。え、ここ不正だっけね、入ってこれんとかそういうんじゃないん。え、どっから来る、どっから来る。いけるんかこれ、いけるんかこれ、いけるんか、これ、ここ壊れたりせんの、いけるんこれ。
どんどん行く。あー、こっちから来た。あ、ここから逃げろってか。ここから逃げろってか。よし。なあ、いろんなやつがめっちゃ動ける。めっちゃ動ける。次。あの中か。あの中。あの中か。よし。よし。よっしゃ。あー、綺麗に入ったー。逃げ切ったけど、あれ？待てよ、俺。あれ、女性の数数えるやつ、俺、言ってなくね、俺。あれ、ちょっと待って。女性の数の数えるやつ、俺言ってないよ、俺。ここまで来れば大丈夫でしょう。ここまで来れば大丈夫でしょう。やけど、俺、あの女性の数なんぼっていうニケットのパスワード開けてないんやけど、俺、いけるんですか、ギャリーさん。どうもー、皆さん。さてと、それじゃあ先に、で、イブ。どうしたの？大丈夫？イブ、ちょっとしっかり？イブ、イブ、正面の絵のやつが、へい、ざまーって顔しとったね。イブも疲れが溜まっています。休ませてあげてください。お、なこれなこれなこれ。やばいやばい、なんかやばいぞこれ、やばいぞ。逃げろ、イブちゃん。似たような部屋にあってる。めっちゃフラッシュタイトル。開かない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 開け開け開け開いた。なんで開い、どういうタイミングで開いたんだ。囲まれた囲まれた。逃げろ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 。開かない開かない開かない。あー、もう恐怖やで。あ、寝落ちか。おはよう、イブ。気分はどう？大丈夫。あんまり。怖いよね、みたいな。怖かったです。そう、かわいそうに。まあ、無理もないよね。あんな怖い目に遭っちゃったらね。起こせばよかったかしらね。ごめん、気がつかなくて。いやいや。キャリーさん、ありがとうございます。私は気遣ってありがとうございます、キャリー隊長。イブ、そのコートの左側のポケットを探ってごらん。なんだい？キャンディーが入ってる。それあげるわ。食べてもいいわよ。じゃあもうちょっと休んでから出発しましょう。キャリーさん、やさお、やさおなん、やさおなん、おかまってやさおって言ってんよこれ。キャリーのコートがある。拾う、拾っとこう。キャリーのコート、あちこちあちこちがボロボロ。なんでそんなにキャリー着込んどんや。ちょっとやめて。あとキャンディー食わせろや。キャンディー食えんのかい。うん、無題。タイトルつけてやろうか。下手くそ。おし、これは美術館での禁止事項。大声での会話は禁止。あ、大声の会話禁止ってことは俺大声で喋るよ。ちょっとやばいんじゃん。写真の撮影は禁止。あー、ちょっと待って、実況と言えるわ、やばいわ。飲食の持ち込みは禁止。あ、やばい。イブちゃん今雨持っとる。やばいわ、やばいわ。作品に触れることは禁止。ちょっと騒いよ。騒いよ、つか、向こうから触ってきてんやけど、ちょっと触ったことに怖いなき、やばいわ、やばいわ。万年筆の使用は禁止。やばい、ちょっと待って。セーブの時に万年筆使いよんじゃん、これ。万年筆じゃん。やばいじゃん。ここから出ることは禁止。そこは禁止しないで。ちょっとやめて。やば。禁止なことばっかやん。禁止なこと全部背いとるで、やばいで。いけるんこれ。マネキスバリバリに使います。なんかあるんですか、ギャリーさん。楽しい絵画、いろんな絵が大きくなっている。絵画の世界とかはわかりません。水の入った生き物で、生き物じゃないわ、生きる。オッケー。イブ、もう出発して大丈夫だろ。あえておろう。調べて。あら、コート、わざわざありがとうね。コートを出した。ギャリーさん大丈夫？え、何読んでるのって？ここにあった文字だけの本よ。なんか、やたらタイトルが長いやつ。ゲルテッドの著書なのかしらね。結構面白くて悔しいけど読みふけっちゃったわ。イブにはちょっと難しいかもね。舐めるな！私はこう見ても天才少女と名の知れた、ごつい子よ。ごつい子。まあいいか。まあいいや。セーブしたけどもう一回セーブしてね。今回はこの辺で終了させていただきたいと思います。出ていくのもまた次のパートね。
じゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週明け。